これ見たときに、真っ先に思い出したんですよ。何を思い出したかっていうと。はい、楽しさを伝えるゴルフエヴァンジェリストのりです。トップに並んだんだよ。はい、アメリカ女子ツアーの第20戦 CPKC 女子オープンの最終日の結果と、あと獲得賞金などをお伝えしていきたいと思います。 あとね、昨日の女子柔道、ね、安倍歌選手の一本負けについて、この女子ゴルフと絡めてね、ちょっと思うことをお話ししたいと、後で思います。ゴルフファンにとってはね、あの、オリンピックも、もう熱い戦いではあるんですけども、ゴルフの方も熱い戦いでしたよ。で、 速報でお伝えしましたけどね。あのー、ちょっと会社に行かなきゃいけないっていうことで、速報でお伝えしたんですけども、まず吉田凛ちゃんから、吉田凛ちゃんじゃね吉田優里ちゃんからね。妹の方言っちゃった。はい。で、あのー、速報ではね、あの、12番のバーディーが、あの、映らなかったみたいなところで終わってしまったんですけども、まあ、その後ね、なかなかバーディーが来ず、 まあ15番のパー5取りたいところではね、ラフに入ってちょっと難しかったんですよね。10メートル以上のバーディーパット。これね、あのー、距離感ぴったりでナイスパーではあったんですけどね、ちょっとこう惜しかったですよね。取りたいなっていうところで、あの、欲しいところで取れた、取りたかったところで取れなかったと。本人も言ってましたけどね。まあ、16番のパー4はね、セカンドショット手前で届かなかったんですよ。 で、アプローチで、まあ、カップに向かってね、おお、来た来た来た、カップに向かってきた、と思ったんだけど、ピンに当たってカップの縁で止まったんですよ。うわーと、あのー、カップの、ピンに当たってそのまま、大体いいピンに当たってもね、もうピン抜かなくても、あの、パッとして良くなったじゃないですか、あのー、ルールが変わってね。で、まあ、あ ピンに当たってもこうパーンって跳ね返っちゃう。まあ、よっぽど強ければね、あの跳ね返っちゃうけど、割とあのピンってさ、当たっても入るじゃない。あの、あのカナダのコースでのピンはどういう、あの、素材で作られてるか知らないけども、 あの、大体ピンに当たってもそんな強くなかったから入ると思ったら入らなかったんだよ。弾かれちゃったんだよね。で、カップの縁で止まって、あれ、コロンと行くんじゃないのって思ったけど、吉田ゆりちゃんもね、ちょっと待ってたんだよね。10秒ルールだから。ちょっと待ってたんだけど、ダメでしたね。惜しかった。これは惜しかったですよね。うん、その後もバーディーが来ず、まあ、あの、最後まおちゃんがスタートしたのでね、そっちにカメラ行ったと思うんですけども。今日は、 4バーディー、1ボギーの3アンダーということで。まあ、なかなか最終日良かったですよね。まあ、最終日に一番成績が良い,いっていう。まあ、あの、スタッツ見てもね。あの、数字的には、あの、一番、あのス、スコア的には良かったんだけど、数字的に見れば、あの、そんなにこう良くもなかったのかなって数字だけ、あの、追っていくとね。思ったんですけども。まあ、本人のインタビューでも言ってたようにね。 4日間でこんなにコースが変わるのかっていう風に感じましたというぐらいグリーンの硬さとか、硬いからカーンって跳ねてね、もう転がって奥まで行っちゃうとか、あの、一定してそれなら手前狙えばいいじゃないですか。一定じゃないから、本当に難しかったっていう感じのことを言ってました。4日間とも、4日間ともだって。まあ吉田ゆりちゃんのこうスタート時間っていうのが、 ねえ、あの、そういう、あの、運命に変わったのあ、あったのかもしれないけれども、ちょっとね、あの、そういうふうに感じたと言ってましたね。まあでも、まあね、ねちょっと上位にはいけなかった。まあ上位は上位なんですけどね。まあ全体からすれば上位は上位なんですけども、あの、ポイントたくさんもらえる上位ではなかったのでね。なので、あと一試合ね。 二回目のリシャッフルまであと一試合、ポートランドが残ってますから、それで一発逆転狙ってほしいかなと思いますね。まあ、それでダメだったとしても死ぬわけじゃないです。あの、メルセデスランク、メルセデスじゃない CME ランクね。あの、アメリカツアーだから。アメリカのランキングは CME ランキング、ポイントのランキングですね。これ今ね、あの、130位だったのが121位に上がってきたので、まあ、これで100位以内に入って1年終われば、 また今年のしぶこちゃんみたいに出場試合はたくさんありますから問題ないかなとは思うので、まあ吉田ゆりちゃんだったらやってくれるかなと私は思っています。はい。そしてしぶこちゃんなんですけどもね、まあお伝えしたところまでは、あの、速報のね、動画見ていただきたいんですけども、あの、映ってたところは全部紹介しました。で、速報以来はね、全然映らなかったですね。 まあ、最後、マーチョの方にカメラ行っちゃったから一台ね。だから、どっちを映すかな、成績の良い,い方、吉田ゆりちゃんを映すかという感じに多分なったんじゃないかなと。もう、あのー、なんていうのまあ、今日は3バーディー、5ボギーの2オーバーだったので、まあ、あのー、仕方ない面はあるかなと思った。ダイジェストの方にもね、その後半のやつ全然映ってなかったしね。はい。 まあ、スタッツ見ても、数字的に見てもね、まあ今日飛距離はね、あの、計測ホールが良かったのでね100、280超えてますけども、で、パーオン率も良かったんですよ。あの、数字的にはね。だけど、あの、ピンに絡むショットという点ではそんなには良くなかったっていう、本人はもう悔しい、残念と言ってましたね。もう言葉にしがたいゴルフでしたと。もうすごく残念でしたと。もう、あのー、 笑顔のしぶこちゃんではない、あの、厳しい表情でしたね。で、残りのホール、まあ、残りの4ホールか。まあ、本人が言ってたんですけどね、パッドが打ててなかったですと。まあ、あの壁ドンのしぶこちゃんが、まあ、パッドが打てないっていうのはね、まあ、相当ですよね。だけど、もうこれでね、アメリカツアー、ポートランドはお休みして、日本に帰ってきます。日本の試合は、北海道メ治ジカップ、北海道で行われます。 土日行けたら行こうかな。ねえ。も、ま、う、あ、旅費かかるけれどもさ。しぶこちゃんに会いたいっていうのももう何度も会ってるけどね。何度も会ってるけど。今度は長い列並んでサインをいただこうかなと。いや、でも悪いかなと。疲れてるところね。練習時間もあるだろうし、早く休みたいだろうからって言っていつも、 東東の時も三菱電機、三菱電機の時はね、あの、サインはダメだったので、おととしはね、サイン禁止だったので、ね、あの、子供でもダメというルールだったのでね、あの、もらえませんでしたいや。去年の東東とかもね、並ばなかったんですよ、わざとね。なんかちょっと疲れてるとこ申し訳ないなと思ってね。まあ,あの、それはいいんですけど、北海道明治カップは3日間大会ですから、ちょっとポートランドを出るよりは1日少ないっていうことでね。 しかも日本のツアーなので、まあ日本で、あのー、やるっていうことは、やっぱり大行列がまた、またできると思うんですしまあ北海道だから人口的にね、あの関東とかでやるよりは少ないかもしれないんですけども、まあそれでもね、たくさん集まってくると思うのでね、どんな感じになるかの、あのー、調査というかね、そのために行って、えー、来たいなというのは、今のところありますけどもね、 暑いの苦手で、やっぱり持病があるので、暑いところ長時間いるとね、またバタンと倒れちゃって、選手の皆様に申し、あの、申し訳ないというか、迷惑かけちゃったらやばいから、どうしようかなっていうのは、あの、体と相談ですね。で、あの、最後、まー、あ、ちゃん行きましょう、次。ねえ。まあ、わウわウ見てた方はね、 あの、仕事してない方、もう引退された方とかはね、ゆっくり見られたんじゃないかなと思うんですけど、仕事してる方はね、帰ってきてからワウワウ見た方とか、まあいらっしゃるかもしれないんですけども、ワウワウ入ってないよっていう方はね、まあ結果しか見てないと思うんですよ。で、まあ今日はローズちゃんと一緒に、あの、同じ組で回りました。で、昨日のインタビュー、昨日ね、3日目で最後まお、あ、ちゃん、 11アンダー。ね、ノーボギーで回って。で、もうみんなびっくりしたと思うんですよ。ええー、と。なんだこれはと。どうなったのと。ね、思った方はね、速報聞くまではね、あの、思った方はいらっしゃると思うんですよ。あの、朝のニュース、起きて朝のニュース見てね、びっくりした方とかもいらっしゃったと思うんですよ。で、この組に、一緒に組になったローズちゃんはね、インタビューされたんですよ、昨日。 そしたら、ローズちゃんはこういうふうに言ってました。エビアンで一緒に回りましたと。最後、マオちゃんとね。一緒の組で回りましたと。すごくいいゴルフをしていたから、私はこの11アンダーは驚きませんと。というふうに言ってましたね。驚きませんだって。最後、マオちゃんだったらこのスコア、 出せるぐらいのこの能力は持ってる素晴らしい選手だっていう風に、ローズちゃんも認めているということですね。世界的にも、あの、この、マオ最後の実力は認められてきたっていうのは、もあるかなと思いますね。優勝争いしてももう全然、まあ、マオちゃんなら来るだろうね、みたいな感じで、他の選手からもあの見られているっていうことですよ。 ローズちゃんの方がね、格上じゃないですか。申し訳ないけど、まおちゃんには申し訳ないけどね。もうアマチュアで招待選手として出て、いきなり優勝して、今年も優勝してね。まだ、あの、ダイヤモンド世代ですから、まおちゃんの、あの、2個下ですよ。ローズちゃんの方がね。で、しかもまだ学生だし、大学生だし。まあ、大学のレポート書かなきゃいけない時ツアーの試合休みます。この子ね。 そんな子ですけども、やっぱり実績、それから世界ランク、CME ランキング、もうすべてにおいて、ローズちゃんの方が格上です。だけども、この選手も認めている選手という,いうことですよね。で、スタート前にね、こんなことがありました。アンドレア・リー選手っていう選手がいるんですけども、前半でね、あのー、1番から9番まで、 まあ、あの、10番までが、本当はね、まあ、ちょっと変則的な、あの、前半のコースという感じにはなるんですけど、まあ、一応ね、アウトの9番まで。で、パー5で1個取れなかっただけで、他全部バーディー取ったんですよ。28出した。まあ、その後崩れちゃったんですけどね。いやー、これすごいぞ、と。いやー、この、あの、9つホールがあって、 あの、パー5の4番だけパーで、他全部バーディー。だから、まあ、前半から飛ばしていきたいよねって、あの、先にスタートしてる選手がそれだけ出してるってことは、まあ、最終組も伸ばすんじゃないかなっていうふうに見てたので、最後、マウチャも前半から飛ばしていきたいよねっていうふうに私は思っていたんですよ。そしたら一番最初のパー5、フェアウェイからの3打目 これがピンを越えてってね、奥のラフ行っちゃったんですよ。まあ、寄せてしっかりパーかと思ったんですけどね、短いパーパッドが左を抜けていって、ボギースタートだったんですよね。カップに蹴られちゃって。でも昨日はね、あの、8番からの怒涛のバーディーラッシュがあったから、いや、まだまだ始まったばっかりだから大丈夫と。 いうふうに、もう思いながら、仕事が手につかなくて、気になっちゃって、気になっちゃって、携帯を見てね、どうかなと <laughs>。もう仕事どころじゃねえよって感じでしたけどね。で、パー4あ、パー4じゃない、4番のパー5ね。4番のパー5。2オンにここ成功して、手前10メートルぐらいだった、あの、イーグルパッドね。ラインに乗ってたんですよ。 いやーこれ惜しかったよ。ほんと。もうラインに乗ってましたね。もうちょっとで、もう少しショートしてしまって届かなかったんですけど、これね、もうちょっと強めに打ってたらもう入ってたぐらいの惜しいパットでした。でも、まあ、楽々バーディーということでね。まあ、最初のボギーはここで取り返しました。で、5番のパー3ですね。これね、ピンが右よ、ピンの右奥2メートルぐらいにつけて、よし、バーディーチャンスと。 だったんですけど、これがね、右に切れていって。やっぱりね、短いけれども、あの、切れるラインについちゃうと、まあ、短いバーディーチャンスって言っても、バーディーチャンスっていうよりは、やっぱりこう、すごい慎重に行かないと、難しいなっていう。まあ、下手して、あの、強めに打っちゃったりするとね。打った距離よりもオーバーしちゃって。結局、バーディーチャンスについたショットが無駄になっちゃう。結局、ここ、スリパットのボギーとか、 あの、そういうことにもなりかねないっていう、あの、場所があるんですよね。まあ、それは運だけどね。で、6番の T ショット、これラフだったんですよ。これで、スタンスがね、スプリンクラーにかかるっていうことでね、これラッキーでしたね。まあ、ワンクラブ以内にこうドロップできるんで、いや、これはラッキーでした。で、そのワンクラブ以内っていうのがフェアウェイまで、あの、かかってたんで、フェアウェイに出せたんですよ。これはラッキーだよと。 思って、まあ見てましたけど、まあ、あの、ワウワウの方ね、あの、まだ見てない方、ちょっと見てくださいあ。あの、ダイジェストだけじゃなくてね、ちょっと見ていただきたいんですけど、セカンドショット、ピン奥4.5メートルぐらいについたんですよね。これね、ラッキーを生かしたいじゃないですか。でも、バーディーパッドが惜しくも入らず、パーでしたね。でね、ここね、 キャディさんカメラの位置見てね。あの、しぶこちゃんみたいにさ、気にしてほしいなカメラの位置。<laughs> 全然あのカップが見えないところに立ってたんだね。 しぶこちゃんカメラにかかってるなと思ったらさっと避けてくれるんだよね。そういう気遣い、やっぱりしぶこちゃんさすがだなと思うんだけど、キャディーさんもちょっとその辺はカメラの位置気にしながらお仕事をしていただきたいなと思いますね。余計なお世話かもしれないけれどもね。もう集中してるから。もうそれどころじゃね、優勝争いしてんだよ、こっちは。と思って怒られちゃうかもしれないけどね。ちょっと見てる方としては残念だったかなと。 思いますね。皆さんもそういう時あるでしょ、たまにね。まあ、カップイングの、コロンが、まあ、聞ければ入ったんだなと思うけど、入った瞬間ってやっぱり見たい。それか、入らなかった時に、どっちを抜けていったの右左どっちに曲がっていったのとか、どういう感じでこう外れたのとか、まあ、そういったのを見たいっていう方、あのー、同じ意見じゃないかなと思いますね。で、9番、9番のパース3ね。 これがカップの左。まあカップ2個分ぐらいかな。T ショット。ここ通っていったんですよ。うわーと。惜しい。もうちょっとでホールインワンという感じのところ。まあスーパーショットを見せてバーディー取りました。惜しかったですね。カップ2個分ぐらい左をずっと抜けて転がっていきました。で、10番後半に入りました。サンデーバックナインに入ります。こっからですよ。 10番のパー4。セカンドショットがここもね、1メートルぐらいにもうピタリとつくショット。ここで連続バーでいきます。来ましたよ。10アンダーまで乗っけてきました。で、上があんまり伸びてないのでね、これはチャンスあるなと思いながら仕事が手につかなかった。今日はトイレに何度も行きました。もう、ね、あの、尿意がないにもかかわらずトイレに何度も行きましたね。<laughs> もう、スマホを見てたらね、あの、仕事しろって怒られちゃうからさ。ね、やっぱりね、トイレに行ってきますってね。<laughs> トイレに別に行ってきますとか言わなくても別に勝手に行きゃいいんだけどね。はい。で、難しい11番ですよ。ここね、T シャツ左のバンカー入れちゃったんですよ。で、そこからのセカンドが右のラフ行っちゃったんです、ここね。 で、そこからはグリーンの形状的にもね、まあ寄せにくい感じでね。で、3打目、カップを越えて奥のラフまで転がっていきました。まあ、寄らないだろうなっていう形状のところからの、あの、まあ、グリーンの形状だったのでね。まあ、ちょっとあの場所からは、あの3打目の場所からはちょっと誰が打っても寄らないだろうなという感じでしたね。そこからのアプローチですよ。4打目ね。 これぶち込んだんですよ <laughs>。そのままぶち込みましたね。もうチップインパワー。スーパーパーですよ、ここね。いや、ここでボギー打っちゃったらガクッとなっちゃうし、せっかく追い上げてきたのに。あと2打差っていうところでね。いやー、ここはもうスーパーパーだったね。この、なんか、見てない人はね、これわかんないでしょ。う11番。あの、これ、ホールバイホール見てもね。 色もついてないし、普通のパーだと思うでしょう。これが良かった。本当に。これがあったからこそですよね。14番のパー5。これ2オンしたんですよ。2オンに成功して、まあ難しいラインではありましたけどね、イーグルパッドこれ3メーターぐらい残っちゃって。いや、こんなに切れるかいという感じのとこでしたけど、これね、左端からコロンと沈めて、ナイスバーディーでしたね。 1>, 1打差に詰め寄りました、これでね。で、15番のパー5。ここも2オンに成功するわけですよ。で、長いパット、ここはね、しっかり寄せてのバーディーと。ここでトップに並んだんですよ。15番で。並んだんですよ。残り3ホールです。これはいけるぞと。ますます仕事が手につかないと。携帯が気になっちゃって気になっちゃってもう。もう帰ろうかなと思って。<laughs> 具合悪いふりしてね、帰ろうかなと思っちゃったぐらい。でね、16番のパー4。これセカンドショットがバンカーに捕まっちゃったんですよね。で、3打目のバンカーショット。これね、さっきお伝えした吉田ゆりちゃんの時と同じ感じ。まあアプローチでね、吉田ゆりちゃんはまあピンに当たって、まあカップの縁で止まったと。まあコロンと行くかなと思ったけど、行かなかったと。あんな感じです。 ピンに当たって弾かれて、チップインならずでした。これね、入っててもおかしくなかったですよ。まあ、素材によってはあれ、バチンと入ったね。多分。あの、カップインしてましたよ、多分。カップに、あの、ピンに、パーンと弾かれちゃって、まあ、チップインならずのパーでしたね。惜しかった。これ、単独トップに立てたよ、これ入ったらね。いやー、惜しかった。これでね、あのー、まあ、 それでもまだトップ守ってたんですけど、17番のパー3。ここでね、まあ手前に外してアプローチが寄らなかったんですよ。まあここはしょうがないね。まあ自分の責任というか、アプローチが寄らなかったです。パーパットが6メーターぐらい残っちゃって、これが入らずのボギーと。で、最後の18番。まあちょっと差をつけられてしまってね、パー4、難しいホール、パーで切り抜けて、 今日は5バーディー2ボギーの3アンダーでしたね。惜しかった。惜しかったですよ。で、まあ、スタッツ見てください。スタッツ、まあ、フェアウェイキープ見ていただければわかる通り、そんなに、あの、数字的には、まあ、すごく良かったわけではないっていう感じなんですけども、そこは、まあ、3アンダーできっちり、あのー、スコアを上げてきたっていうのはね、素晴らしいじゃないですか。 で、インタビューでも言ってました、やっぱりね。T ショットが思い通りにいかなかったですと。だからちょっとスコアメイクに苦しみましたと。言ってましたね。まあ、チャンスホールがあったけど取れなかったの悔しいですと。で小さなミスがあっても、まあ、昨日はなんとかなったと。でも、ほんの少しラフに入ってしまって、難しいショットになってしまったとかね。まあ、そういったのがありましたとね。言ってましたね。ほんのちょっとのことでね。 ほんのちょっとラフに入っただけでもめちゃくちゃ難しいショットになってしまうっていうのね。まあみんな苦労してましたからラフに入れちゃうとね。ちょっとでも、ちょっとでもラフに入ってしまうと。まあフェアウェイ近いからそんなにね、あの沈まない、あの、その難しくないラフなんじゃないの日本のツアーばっかり見てたらそうなるけどもね。アメリカツアーこれね、このカナダの大会見た方はね、え、なんでそんなショットになるの っていうのを何度も見たと思いますよ。ワウワウ見た方ね。同じ意見だと思います。他の外国人選手も。えっていう。え、まあ、ラフだけども、あ、そんなに打ちづらいのとかってね。え、もう、なんか変な球出てたでしょ。あの、ローズちゃんももうすごい低い球でね、全然ね、グリーンまで届かないとかね。 あの、そういう、そういうの見た方はね、わかると思うんですけど、見てない方にはちょっと伝えづらいんだよね。映像、ね、著作権があるから出せないし、ぜひワウワウ見てほしいんですけどね。で、こういう時でも、最後、最後まー、あ、ちゃんの、あの、パワー率はすごいでしょう。72分の55と70%超えてる。まあ、全体のサインもキープしてますしね。すごいですよ。 ただまあ、優勝争いとかじゃなくてね、インタビューで言ってましたけど、優勝争いだからとかそういうんじゃなくて、まあ単純にこう自分の技術がまだまだだというふうに反省しておりましたね。もっともっと、あの、うまくなりたいっていう気持ちが、まあ、表情に出てましたよね。まあ、もちろん優勝したいんだろうけど、相手が崩して優勝してもっていう感じのところはもしかしたらあったのかなと思いますね。 まあ、アメリカに来ても長くなりました。畑岡奈紗ちゃんでもね。アメリカで初めて勝った時っていうのが、こう、今までの優勝で一番印象に残ってますっていうぐらいだから。多分、まあ、アメリカツアーで優勝したら、メジャーじゃ、だろうが、メジャーじゃなかろうが、もう、一番、すごく印象に残る試合になると思うんですよ。だから、日本でこれだけね、勝ってアメリカに行きましたけどね。まあ、その前はね、あの、シルバーコレクターなんて言われて、かなり、 あの、2位が多かったですけども。まあ、ちょっとね、伸ばせばいけるっていう位置だっただけにね、で上伸びなかったし今日。だからいけるっていうところまで行ってたから、余計にね、まあちょっと悔しさが残るかなとは思いますね。なんか、まあ気持ちが空回りするっていうこともなかったのかもしれないけれどもね。もしそうだったら、まあ、最後、ま央ちゃんも人間ですからね。 まあそういうこともあるかなという感じですけども。でも惜しかったね。本当に。まあ日本の選手が、やっぱり海外で通用するっていうのをね、まあどんどん見せてくれてますよね。去年誰も優勝がなかったのでね。まあちょっとこう、女子選手どうしちゃったんだいっていう感じのところはあったけど、特に渋子ちゃんが絶不調だったのでね。そういうのはあるかもしれないけど、これでね、メジャー大会4試合中、 2試合日本人選手が勝って5割じゃないですか。あと2試合。前衛、残り1試合だけですよ。で、オリンピックを挟んでますけど、挟みますけどね。で、オリンピックまたメダリストが出ればね、日本選手すごいぞっていうことにまたなるじゃないですか。まあ、すごく楽しみな今後のアメリカツアーになってきたなっていうのは、すごく皆さんも感じてるんじゃないかなと思いますね。で、最終結果。 それと、あと、獲得賞金を載せておきます。まあ、AI の優勝予想は見事に外れましたけどね。こちらです。はい。ローレン・コフリン選手が初優勝ですね。まあ、年齢的にはね、まあ、他の選手よりはかなり上ですけども。まあ、初優勝頑張れば、年齢関係なくね、できるってことですよ。ね まあ今日は1ドル153円台だったかな。まあ一応150円で計算してみました。で、えー、優勝賞金は5850万ですね。日本円でね。で、最後、まおちゃんが獲得したのは3600万円ですね。はい。まあ平場の大会とはいえ、2位でもこれだけもらえるっていうね。やっぱりアメリカ、賞金は高いですよね。日本よりはね。 まあ、スポンサーの数にもよりますけどね。もう、もっと少ない試合もありますよ。ありますけどね。はい。で、まあ、他の選手たち、さっき言ったローズちゃん、一緒に回ってたローズちゃんは落としたのでね。まあ、差がついてしまいましたけど。まあ、ブルック・ヘンダンソンや、まあ、次見てみましょう。次ね、日本人選手も出ておりましたからね。えー、レクシー・トンプソンは3つ伸ばしたのでね。まあ、1アンダーに上げてきましたけど、吉田ゆりちゃんも25位タイまで上げてきましたよ。 はい。で、かわいい地平人はイーブンだったのでね。まあ、あと、ミンジー・リーも落としたのでね、イーブンでした。ぶ子ちゃんも落として、えー、3オーバーで48位タイという結果ではありましたけどね。吉田ゆりちゃんで300万円台ですね。日本円でね。ぶ子ちゃんは140万円台。で、予想していたキム・セヨンちゃんは、まあ、落としたのでね、58位ということでしたけれども、 吉田ゆりちゃんはこの試合で25位タイということでね、CME ランキングは121位まで上げてきたので、もう少し上げたいっていうところですよね。で、まあ、最初に言いました通りね。やっぱりまあ、今オリンピックやってるからね、オリンピック見てる方も多いと思うんですけどもね、昨日の女子柔道ね、安部詩選手の一本負けについて思うことっていうことでね、 お話ししたいなと思って冒頭で言いましたけどね。これ見たときに、真っ先に思い出したんですよ。何を思い出したかっていうと、2023年の資生堂レディースです。まあ覚えてる方も多いと思うんですよ。桜井心ココナちゃんと桑木志保ちゃんのプレイオフ。もう思い出しました。思い出した方多いですよね。最後の18番。 をプレイオフで使って。で、右ドックレック、まあ少し右に曲がる、あのー、コースでね。260ヤードぐらい、まあキャリー出せば、ドライバーショットでね、キャリー出せばバンカーには捕まらない。っていうとこを悠々にバンカーを越えてって、もう遥かにリードしていた、あのー、試合でしたよね。桜井ココナッチャの方が。まあそれでもなんとか、 食らいついていったんですけど、最後には力負けしたっていう感じの桑木志保ちゃんでした。あの時の泣き方にそっくりでしたね。まあ、あの、柔道着の袖でね、顔を覆って、もう大号泣してましたよね。あそこまで泣き叫ぶことはなかったけど、桑木志保ちゃんはあんな感じで、ね、あの、アンダーウェアを、で、あの、腕でね、顔を隠してね。 号泣してました。そこに同い年の岩井姉妹がね、二人が寄ってきて、まあ、今度は勝てるからと、慰めていたのを思い出しましたよね。あんな泣き方されたらね、応援したくなるじゃない。桑木潮ちゃんのことね。でその、ね、まあ、対照的に桜井コ,コナちゃんは、あ、勝っちゃったみたいな感じで、なんていうインタビューに答えていたりとかね、あっけらかんとしてましたけど、まあ、 あの、阿部詩選手の、あの、泣き叫ぶような、あのシーンね。怪我とかもあって、危険とかも途中であったらしいですけども、5年間負けなしですよ。まあ、いろんな大会あったでしょう。女子ゴルフみたいに毎週はないかもしれないけど、いろんな大会でね。 あの、負けなしでずっと優勝し続けてきたらしいですよね。柔道を私テレビで見るなんていうことはほとんどないので、ね、オリンピック以外で柔道って言うと見ないからわかんないですけども。それぐらい強い選手。で、まああの時もね、1回戦だって1分経たないうちに1本勝ちしたでしょで、2回戦であの選手ですよ。 で、まあ、あの強い選手だっていうのはわかりますけどね。あのウズベキ、ウズベキスタンの選手ね。ケルディオラワっていうちょっと難しい名前ですけど、まあ、ランキングはあるんですね。柔道にもね。まあ、ランキング今1位。なんでアベウタ選手は1位じゃないんだろうっていうちょっと疑問に思っちゃうんですけどね。今1位。ランキング1位の選手ですよ。あの選手。ディオラ・ケルディオラワっていう難しい名前ですけど。その選手が、 まあ、あの、技ありも取られて、安倍歌選手、断然リードですよね、あの時ね。まあ、このまま行けばっていうところでもう捨て身にこういったあの技が見事に決まって一本負け。で、あの時ね、なんかもう思考が追いついてない感じだったでしょう。一瞬何が起こったんだろうっていうのがこう一瞬ありましたよね。で、その後、 自分が負けたっていうことを把握して、まあ、ノーミスの回転が追いついてきて、冷静に、あ、私ここで終わったんだと。4年間このためにやってきたのが、もう全部、もう吹き飛んじゃった。2回戦だから、銅メダル敗者復活も出られないと。私ここで終わりなんだと。このために4年間頑張ってきたのに。 ここで、ほんの一瞬で終わっちゃった、ということで。いや、どれだけ苦労して、あの、日々過ごしてきたかっていうのは、あの、ね、場内に、あの、響き渡ったでしょ、あの泣き声ね。ああ、あれを見てね。あの、私思ったんですよ。まあ、思った以外でね、あの、 いろんなコメンテーターとかさ、SNS とかでさ、あれを映すなっていう声が上がったでしょ。で、その代表例としてね、私見たのが、あの、東国原さんですよ。あの、元宮崎県知事ね。ね、元お笑い芸人ですよ。ツーツーレロレロっていうコンビでやっていましたけどね。 私、あの時見てましたからね。大森歌右衛門さんとコンビの組、コンビを組んでね。ツーツーレロレロっていうね。もう、しょぼい名前でやってましたけどね。あの東国原さんが、あの、あえてね。あえて、あの、辛口のことを言ったんですよ。もう、叱りを受けるかもしれませんが、と。やっぱりね、あの、武道家としてね。柔道家として、まあ、偽とした態度で、 いて欲しかったと。あそこまで、あの、へたり込んで泣いてるのはどうかなと。いうふうなことをね、コメントしたんですよ。まあ、あの、その、異論も覚悟の上で、あの、語ったんでしょうけど、私的に言わせれば、古い。古すぎる。もう、おじいちゃんの意見だと。もう、脳みそをアップデートしてくださいよと。言いたくなっちゃいましたね。私、この、安倍歌選手、 泣いたな一緒に泣きましたね。この時私思ったことを言いたかったんですよ。何を思ったか。この安倍歌選手の大号泣を見てね、何を思ったか。こう私の人生を振り返りました、この時。まあ、話が大きくなりすぎだよって思うかもしれないけど、この時本当に思ったんですよ。今までこんなに悔しい思いをするほどの の一生懸命取り組んできたことあったっけなと思ったんですよ。ねえなと。いやーこの女子ゴルフ界で言うプラチナ世代ですよ、安倍詩選手ね。2000年生まれだから。この子がやってきたこと、日々やってきたことね。いやー濃縮すぎるなと。私の人生薄っぺらいなと。もし、もう、 これ見てる方でね、何かしら、何かしら大成功を収めた方とかね、まあ、あの、ある程度の成功を収めた方いらっしゃるかもしれないし、私と同じで何か成功っていうのは別にないかなとか、あの、ま、平凡なあの人生を過ごしてきたなとか、いろいろあるかもしれないんですけど、あの、何かに取り組んでね、それが成し遂げられなかった時にね、 これだけ悔しがるような取り組みを今まで俺はしてきたかなと。してねえなと。いや、ちょっとこの安倍選手よりも、はるかにこう、なんか、あの、しょぼい人生を今まで送ってきてしまって、なんて無駄な人生だったんだろうっていうふうに思っちゃったんですよ。いや、今からでも間に合うから、 死ぬまでもう私も、ね、持病持ちだからい、いつ死んでもおかしくないんだけど、いつ死ぬかわからんけども、何かを成し遂げようと一生懸命に何かしら成し遂げるためにこう、頑張りたいなと思いましたね。何でもいいから。それ小さなことでいいですよ。あの、本当に小さな、まあ、いきなり大きなことなんか成し遂げられないから。例えばあの、ちょっと、あの、太ってきたから、 ダイエットしていこうかとか。ちょっと、あの、健康のために、あの、ウォーキングしてみようとか。まあ、そんなちっぽけなことからでいいんですよ。それがもう成し遂げられる。もう3日坊主じゃなくてね、ちゃんとね、続けてみようとかさ。そんなち、小さなことでいいですよ。そういうのから少しずつ大きなことにね、ステップアップして、成し遂げていければな、と思ったんですよ。なのでね、もう必死にね、何かに、あの、取り組もうと、 ねえ、私は思いましたね。あの安倍歌選手の泣きさぶ泣き叫ぶあの姿を見てね。あれをね、ちょっとこう、さらしもんみたいでさ、とか言うやつ、もう死んだ方がいいよと思ったね。お前何か成し遂げたのかよと。この安倍歌選手ぐらいね、何かをね、まあ、必死に何かやってきたのかよと、思いましたね。いや、どんだけ取り組んできたかがあれでわかるでしょう。う 見なくても。どれだけ、あの、このオリンピック、4年に1回のオリンピックのために、必死で練習してきたかっていうのがね、あれでわかるじゃないですか。見なくても。それだけ悔しかったんですよ。まあ、その、ちょっとした油断もあったかもしれない。私が負けるわけないとか。あの、人間がやることですからね100、100%はないのでね、パーフェクトはないので、ちょっとした隙ができて、 で、捨て身の技にかかってしまって、まあ、技ありとかじゃなくね、完全な一本負けをしてしまってっていうのは、まあ仕方のないことだけど、相手褒めるしかないけどね。なので、私は、あの、ウズベキテ、ウズベキスタンの選手、ケルディ・ヨロワ選手、お前、金メダル取らなかったら許さねえぞと。 思ったけど、ちゃんと金メダル取ってくれましたね。でも、あのフランスの場内にいた観客の方たちあったとか、暖かいですね。歌ー歌ーーって、歌ーコールが鳴り響いたじゃないですか。フランス人あったけなと。日本人もね、あの結構応援しに行った人たちもいたかもしれないけど、はるかにフランス人の方が多いでしょね、まあフランス人だけじゃないかもしれないけどさ。 いや暖かいなと。まあ、この安倍詩選手のあの認知度もあの高い選手なんだな。柔道見に来てるわけだから、わざわざね。いやそれで、あの、ちょっと感動したわけですよ。自分の人生にもき換えてね。ちょっとなんか、あの、やらなきゃいけないなと。何かしらに一生懸命取り込まないといけないなと。思いますね。 はい。皆さんも何か取り組みたいことを、もしちょっとした浮かんだことがあればね、一生懸命やってみませんか。ね。まあ、あの、このね、まあ、プラチナ世代ですよ。女子ゴルフ界でいうね、プラチナ世代。2000年生まれの安倍詩選手について、あの、これを喋りたかったんですよ。いや感動したなと思いましたね。はい。 まあ、桑木翔ちゃんもね、翌年に忘れ物を取りに来ましたっていうのをね、実現させて有言実行で優勝したじゃないですか。まあ、ちょっと辛口に,になるかもしれないけどね、今の女子ゴルフの選手の中でね、もし心当たりがあるんだったら、頑張ってみませんかと思いますね。私も、ちょっとね、甘かったんじゃないか。 頑張って練習してきたつもりだけど、まだ気持ち的にね、悔しくて涙流すほどの、あの、練習を、あの、苦労をしてきてないんじゃないかっていう心当たりの、まあこれ見てる方がもしいればね、もっと一生懸命やってみませんかと言いたいですね。そうしたら何か変わるかもしれないと思います。はい。それから、 言いたかったのがね、あの、ワウワウの中で質問コーナーあるじゃないですか。で、まあ、今すぐ質問にお答えしますよっていう。それでね、あの、来た質問の中で、こういう質問があったんですよ。渋野ひな子選手と吉田優里選手、パターのアドレスが似てませんかと辻村コーチの教えかなという、あの、質問があったんですよ。まあ、辻村コーチに聞かないとそれはわからないんですけどね。 なので、ワウワウで質問することじゃないなとかって思,思ったけど、まあ、似てなくもないけれども、ちょっと違うんだよなと思いましたよね。まあ、肘の角度とかがあの似てるんですけども、まあ、アドレス自体は、あの、似てるっていうよりも、吉田ゆうりちゃんと吉田凛ちゃんは確かに似てます。だけど、しぶこちゃんとはちょっと違うんだよね。まあ、あの、 それはもう見てもらえばわかりますあ。吉田凛ちゃんのパターンのアドレス見ればわかりますよ。お姉ちゃんそっくりだから。ね、あの肘の角度、両肘の角度がね、すごい似てるんですよね。だけど、まあ、辻村コーチの教えとかではないんじゃないかなと私は思いますね。 まあ、しぶこちゃん本人のし、あの、フィーリングというかね、それが合うようなアドバイスはするかもしれないけど、こういうアドレスでとかね。まあそういう、あのー、形のことは多分、コーチは言わないと思いますよ。トッププロですし。ねまあ、あの、似てると言えば似てるのかもしれないけど、それを言えばみんな似てるってことになっちゃうでしょ。ねそれともう一つの質問でね、あれと思った質問。 あの、渋子ちゃんってパッドの時素振りしないじゃないですか。素振りしないんですよ。あの、ロングパッドの時はね、ボールの後ろからラインを見ながら、あの、素振りするんですけど。まあ、実際にね、あの、アドレスに入る時は素振りしないで入るんですよね。はい、あの、やる時もあるんですけど、まあ、気まぐれでね、<laughs> わかんないけど。そのメリット、デメリットを教えてくださいっていう質問があったんですよね。 いやー、物事には必ずメリット、デメリットっていうのがありますけどもね。だけど、まあ私思ったんですよ、この時ね。私はもう解説者じゃな,ないからね、あの私が答えてもしょうがないんだけど、田中大二郎プロにこれ質問してもなーって思ったんですけどね。まあ一応ね、あの私なりの考えを、その時思ったことを言うと、渋子ちゃんってこれ普通なんで、 あの、パッドの時素振りしないのが普通なんで、これでいいんですよ。だって、これが普通なんで。で、しぶこちゃんってライン書かないんですよ、ボールに。ボールに、あの、あの、吉田優ちゃんみたいな、あの、ラインは書かないんですよ。で、あの、まあ、タイトリスト使ってるから、タイトリストってこう、印字されてるじゃないですか。それを、ね、あの、印字されてるところの、まあ、線、線ではないけどね、その、 名前を合わせるっていうことも全くしないんですよ。で、それでいいんですよ。だから、それが普通だから。それで入るんだから。だけど、私の考えでいくと、アマチュアは真似しない方がいいかなと思いますね。あの、しぶこちゃんよりものすごい練習してるんだったら別です。アマチュアでもね。パッドの練習、めちゃくちゃ練習してるってうなら別です。だけど、 アマチュアでね、まあ、たまーにしか練習しないとか、パッドの練習を私の周りでしてる人ってほとんどいないね。つまんないから。パッドの練習つまんないからみんなやらないんですよね。だけど、まあ、もし、あのー、やるとしたらね、あのー、素振りはした方がいいかなっていうのは私の考えです。なぜかというと、まあ、素振りするじゃないですか。イメージ出ますよね。こういう感じで打とうというイメージが出ます。 そのイメージが頭から消えないうちに構えて打った方がいいかなと思いますね。練習量の少ないアマチュアは。練習しない人は。まあ、正直言って、結果は大して変わんないと思います。アマチュアはね。あの、素振りしようがし、しまいが、結果は大したことないと思いますね。あの、18ホール回ってね。あの、パット数20台とかは、 アマチュアはね、練習してないアマチュアは出ませんから、あんま変わんないと思いますね。<laughs> はい。ということで、またね、ちょっとね、オリンピックのことも絡めながらお話できればなと思います。明日はちょっと、まあ、行ってる、通ってる、あの、インドアレッスンにコーチが来ない日で、まあ、自由に入れる日だから、あの、それで練習しに行ったりして、何かこう、掴んでこようか。 か、もしくは、あの、明治カップ、まあ北海道明治カップを行こうか迷っているけれども、飛行機の手配とかそういうなったの、まあ行く準備とかをね、何を持って行こうかとかもちゃんと詰めて、もし行くとなったらすぐ行けるような準備だけはしておこうかなというふうに考えておりますね。ホテルとかと泊まんないといけないしね、野宿するわけにいかないし、 あの、梅チャンネルのね、あの、梅原キャディみたいにね、あの、車を運転してね、その中で止まるわけにもいかないし、そうね、車持ってないしね。はい。なので、ちょっと考えながら明日も何かしらやっていきますね。ライブ配信がいいって方はライブがいいなとかね、酒飲みながら、あの、ね、楽しみに聞いてるよ、ラジオ感覚で聞いてるよっていう方もいらっしゃるのでね、何かしら、まあ、おしゃべりできればなと思っております。 このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、まあ、100切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、 ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね解説そういったのもありますのでよかったら見ていってくださいまあ時間ないから後で見るよって方はねとりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見ていただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた「